はい、まあ、あまりやると痛むんでこれぐらいにして、次の工程に、まあ、白くするわけじゃないので今日はこれぐらいで大丈夫です。1時間半ですね、時間的にはカット込みでブリーチとカットカラーとブリーチカラーカットで1時間半ぐらいにしたいと思うんで、こんな感じで中が明るく、まあ、こういうふうな色になってて表面の方がそんなこと怖いでしょ、監禁されるじゃん。そう、怖かったですよ、だからとか思って、やばいと思った。はい、思いました、一瞬やばい、あの針金見つけるまで。ああ、そうです、新しい住所書いて、ちょっとブッチしようかなと思って、若干あの 10% ぐらい思いました。でも絶対人としてやっちゃいけないから、うん、それやっちゃってやろうと思ってそこまで考えてたらすいません全然大丈夫です。そうだね、考えてます。怖かったですよ、あそこは。確かに怖い、あそこは。え、前あそこやってたんですか？いや、やってたけど、もうちょっとちゃんとしてたからさ、あそこ。あ、そうなんだ。そう。いや、もうちょっとポップだったし。うん。あんな感じだ。今はもうさ、廃墟になっちゃってるから。廃墟ですね。そう。もうひどいけど、前は大丈夫。うん。でもやっぱ外は結構やばかった。中入ったら、あーって感じなんだけど。あ、そうなんですか？やっぱ新規がやっぱなかなかね。そうですよね。あそこはちょっと。前にあるのがなんか占いとか怖いです。あ、占いの看板？占い当たんのかよみたいな。はい、そうそう、怖いよね。あのね、怪しいでしょ？怪しいです。もういろんな人来たんだよね。え、そうなんですか？え、新規の人来た来た来た。いや、芸能人も来たよ。サンドイッチマンって来たんだから。いや、本当ですか？本当だよ。評判とか見てきたんですかね、それは。テレビでね。あ、テレビで来たんですか？うん、結構来てるよ、テレビ。だから、なんだっけ、札幌のなんか一回、正月番組で、はい、札幌の占い師さんに3人か4人に聞きましたみたいな感じで、それの一人とか。すごいいや、それすごくない？すごいっす。なんで俺なのかなって、むしろ謎だったけど。いいのと思ったんですよ、俺でしかも、野田さんだったりそうだけど、野田政権とか占ってください。要は今安倍さんですけど、その時の首相が新しくなった時で、どうですかっていう。そんなことまで。そう。あとファイターズがまだ監督変わってすぐの時だったから、どうなると思いますかとか、そういう話です。あとオリンピック選手がどうなりますかみたいな、そういう感じ。そんなの待ってられるのかな。ねえ。占いやったことありますか？やられたこと？はい。やられたことありますよ。そんなすごいさ、僕が成功者だったらさ、別にいいけどさ、何でも大したことないやつにさ、その人の価値観で言われたら何もムカつかない、逆に。なんでお前に言われねえとダメなのよってなると思うんだよね、うん、人によっては、うるせえよっていう、お前になんでそんな俺の人生を言われないのよみたいな、っていう感じになるから、もうそのままシンプルに出たのをそのまま伝えてる、その要はカードリーダーみたいな感じを僕はやってるんですけど、そういう方がでもすごいやりやすいです。そうですよね。自分でこうだなと思ってても全然違ったりするして出たりするんですよね、うん、この人こういう風になるんじゃないかなと思ってもでも違うこと出るんですけど、と思うけど違うことだと言ったりします。カードとカードの全然違うじゃねえかよって思う時あるんですけど、でその人もいやそれ当たってないねって言われるけど、実際そうなったりはね、なんか本当なのかあんのかなみたいな感じも多少あります、うん、そっち行こう、はい、ちょっとこのぐらいにして、このぐらいの方がちょっと変わりましたっていうような感じ。前髪はね、多分彼女はこだわりがあると思うんで、僕は今日いじりません。そのままの感じでいきたいと思いますね。で、下はこのぐらいの辺、かな。ちょっと長さを合わせます。あとはもう染めた雰囲気とか、あと、要は今日縛った跡があるんで、実際そこをこのままで切ってますから、ここウェイト上げる方法、簡単な方法です。ここをじゃあ例えばウェイトを2センチ上げたいなっていう場合、
簡単ですね。このままアルトゥーセニングで上げていくと、ここ2センチウエイトが上がるんですよ。例えばね、そういう感じ。例えばじゃこの束を2センチ上げたいとか、そういう感じにも使えるんで、結構使えます。これ今なぜ上げたかっていうと、ちょっとここボテッとしてたので、ちょっとボブっぽく見えちゃうから、ここをタイトにするのに2センチ上げました。で、これでちょっとウルフ感を出したいなと思ったんで、今僕はそういう風にちょっとしてみました。はい、これで動きがちょっとふわっとなったかな。どうですか？こんな感じで大丈夫？外でこう跳ねる感じ。大丈夫です。大丈夫ですね。こんな感じで。はい、ではブリーチをちょっと入りたいと思います。ブリーチは、こちらのブリーチ、パウダーブリーチに、あるものを、5% 入れてます。これでちょっとやっていきましょう。フォキシは 6%、 2倍ですね。で、ロゼの場合はちょっと下だけ明るくなってるので、ちょっとそこは後で塗ることにして、まずじゃあ上を塗ろうかなと思います。はい、で、コームで塗っていきます。サイドから行くんで、見えますでしょうか。すいません、これちょっとあるもの入れてるので根元開けます。ちょっと理由がありまして、1回でブリーチを結構、まあ、2回分ぐらいまでこれ1回でいけるので、根元はちょっと焦らずゆっくりやっていきたいと思います。このぐらい開けます。根元の方はで、コームで塗ってる理由としていつも言ってますが、横のラインを作らないということなので、ハケで塗ると横のラインがつくのがついてしまうので、なるべく、縦のラインで細かいこうメッシュをこういう風に入れてるようなイメージでちょっと入れていきたいので、ここはフォームで塗ります。こういう感じですね。その方がツヤが出て見えるので、縦で塗った方が横はツヤを殺すんですね。ハケっていうのは横のラインになりますから。ただこれ浸透率若干悪いんですよね、ハケで塗るより。でもそれがいいんですよね、逆にコントラストになるので。こんな感じで徐々にこう塗っていきますね。大体20分ぐらいでブリーチ終わりたいと思ってるんで、そんな感じにしてます。今ブリーチネープのとこ以外ちょっと塗ってるんですけど、まあ、前回やられたやつが1回だけなので、うちのブリーチの方が抜けますから、まあ、途中で追い越してくると思うんで、そしたら今度下の方を塗っていきたいと思います。顔周り痛むので、顔周りはちょっとあんまり今つけていません。あと毛先もちょっと若干曖昧な感じにしてます。毛先も結構ビビっちゃうとか痛むので、あ、上がってきましたね、だんだん。ちょっとここで明るくなってきたので、そろそろこのまま下に行きたいと思うんですけど、ちょっとなんか乾燥しちゃってるんで、ちょっと水分を与えます。そう、攻撃的な水出方がちょっと攻めてるね。なんで、はい、すっげえ、なんかポイントで来すぎる。確かにポイントしすぎて、この、はい。で、まあ、時間の問題もあるので、もう下も塗ってしまって、その塗り終わって様子見てる間に、次のカラー剤ですね、それをちょっとある程度決めていきたいと思います。はい、今度ネープをちょっと塗っていきますね。で、これでちょっと一回ラップしてですね、次の薬を一回作ってみたいと思います。大体今のカラーからこう入れたらこうなるかなっていうのをまあ想像して作りたいと思います。一回ちょっとラップをします。まあ、縦で塗っていくと皆さん分かると思うんですけど、結構根元の方とかもライン出づらいんで、まあ、細かいメッシュ入れてるみたいな感じになるので結構いいと思うんですよね。
はい、まあ、あまりやると痛むんでこれぐらいにして、次の工程に、まあ、白くするわけじゃないので今日はこれぐらいで大丈夫です。